南東ペンシルベニア交通局 M-3、型電車は、アメリカ合衆国、ペンシルベニア州のフィラデルフィア市の公共交通事業者であったフィラデルフィア交通会社が、地下鉄路線であるマーケットフランクフォード線に導入し、1968年以降は、南東ペンシルベニア交通局が所有した電車。日本初のオールステンレス車両である東急7000。 軽電車のデザインのモデルとなった車両である。1907年から営業運転を開始したマーケットフランクフォード線では、開業以降構成電車が活躍していたが、1960年の時点で車令が50年以上に達する車両も存在し、老朽化が進んでいた。そこでこれらの車両の置き換え用として導入されたのが、バッド車が製造したステンレス製電車である。 車体は側面に両開き扉が3箇所存在し、前面は非常扉の他に運転台が設置されている向かって、左側のみ窓が設置されていた。また、窓を含む前面の上半分は FRP で作られていた。車内の座席配置はセミクロスシートとなっていた。屋根上には通風機が4機設置され、その形状からアメリカで販売されている菓子にちなみ、 アーモンドジョイというニックネームで呼ばれていた。一部車両は将来の冷房装置設置に対応した設計だったものの廃車まで本格的な冷房化が行われることはなかった。台車は空気バネ方式を採用し、一両あたりの主電動機を4機搭載していた。加速度は従来の構成電車の3倍であり、所要時間の短縮が実現した。 単行運転が可能な両運転台タイプと二両固定編成を組む変運転台タイプの2種類が製造されたが、フィラデルフィア交通会社が運営していた当時は、両運転台タイプが A-49 系、変運転台タイプが A-50 系及び A-51 系の形式名で呼ばれていた。セプタに運営権が移管して、以降はまとめて M-3 型に形式名が、 改められている。また一部車両については、フィラデルフィア市に車席を置いていた。1960年7月から営業運転を開始し、翌1961年1月までに270両が導入され、従来の構成車両を全て置き換えた。従来車に比べ前線走行時の所要時間が6分、短縮された一方、乗り心地は従来車よりも悪かった。 それでも1990年代終盤まで40年近くに、渡ってマーケットフランクフォード戦の主力形式として活躍し、フィラデルフィアを舞台とした映画、ロッキーシリーズにもたびたび登場した。しかし1990年代に入り老朽化が進行したことから、1998年4月以降、 アドトランツ製の新型ステンレス電車である M-4 型への置き換えが始まり、1999年をもって引退した。ほとんどの車両は解体されたが、606号がフィラデルフィア路面電車博物館に、618号がシーショア路面電車博物館に生体保存されている。M-3 型を元にした車体を有する等級。 7000系電車等級車両製造がバッド車と技術提携を行い、親会社である東京急行電鉄向けに日本初のオールステンレス車両となる7000系電車を製造した際、その車体デザインのモデルとして、この AM-3 型が用いられている。ありがとうございます。